ズブルーで knockhead I ride is blue で powerhead to the light of the blue and today my heart is so blue yeah everything is blue。 みなさんこんにちは。今回はヴィンテージハーレーの究極と呼ばれているオリジナルペイントでいこうと思います。簡単にこの3台について説明していこうと思います。こちらが46年 UL フラットヘッド、こちらが47年 EL ナックルヘッド、最後にこちらが48年ファンヘッドになります。この3台が何がすごいかというとですね、3台とも当時の塗装が残ってるんですね。これがオリジナルペイントっていうんですけれど、この48渋いですね。林さん、ちょっとだけ走らせてみましょう。昔ながらのオーラがビンビン伝わってきますね。あ、そもそもオリジナルペイントって何なんですか？はい、いいとこを聞いてくれましたね。オリジナルペイントというのはですね、当時のハーレーが新車で出荷した時の塗装がそのまま残ってるやつを指すんですね。例えばこの車両だったら1948年に出た当時の塗装がそのまま残って今に至るということですね。なるほど。それにしても3台とも同じブルーですね。いや違うんですよ。これはですね、46年と47年はスカイウェイブルーっていうブルーなんですよ。でこの48年だけがアザレブルーっていう全然違うブルーで塗られてるんですね。でオリジナルペイントがなんですごいかって言われると、やっぱり一番は当時の形がそのままで残ってる確率が高いですよね。でこれは僕たちレストアする側から言わせると、いろんなところの細かいディテール、例えばボルトの通し方であったり配線の引き方であったり、まあ細かいところですね。それがやっぱ仕事として残ってる車両が多いので、やっぱりそういった車両たちを勉強材料として扱っていくっていうことはすごく大事なことだと思うんですよ。やっぱりいろんな意味でクオリティ高いなって思いますよね。いやー、ヴィンテージハーレーって奥が深いですね。オリジナルペイントって教えてくれるとこがいっぱいあるよね。凝り出すと寝る間もなくなっちゃうもんな。そういえばケイちゃん、最近疲れてない？え、そうかもしれないですね。今、林さんが人形に見えましたよ。確かに、今日顔色悪いよね。ここのところずっとコロナで皆さん大変じゃないですか。僕の故郷アメリカも随分なことになってるから、ニューヨークのお父さんやお母さんも心配ですし、
簡単に里帰りできる状況じゃないですかな。そうだよね。ケイちゃんを梱包してくれたジェイクたちも大変だろうし、まあずっと続くもんでもないから、いずれ元通りになるよ。そうですよね。これから頑張って飛行機代貯めていこうかな。よし、明日から頑張るぞ。林さんは何か頑張りたいことってありますか？そりゃいっぱいあるよ。36年のナックルのレスターもやりたいし、あ、インディアフォーもやりたいでしょ。で、来年からはお宝発掘も再開するだろうし、あ、レースのことも。レディース&ジェントルマン、今回はここまで。次回のチープスリルマガジンもお楽しみに。お疲れした。 Have a nice weekend, everyone. Thank you. 皆さん、ファンレター受付中、プレゼントも受付中、高評価大歓迎、チャンネル登録